ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日紹介するパンはですね、小麦の旨味をぎゅーっとですね、閉じ込めた大きなソフトフランスを作りたいと思っております。本日の作り方も、こねないパンレシピプラス冷蔵庫を使った低温長時間発酵で生地を作っていきます。ですので、熟成をしっかりとって小麦の旨味を最大限まで引き出した作り方で作るソフトフランスです。まずはですね、こちらの工程の動画からご覧ください。どうぞ。
いかがだったでしょうか。今日ですね、ご紹介したのはですね、低温長時間発酵で作るソフトフランスの作り方です。なぜソフトフランスかと言いますと、基本的にフランスパン、ハード系っていうのは準強力粉って言われるタンパク量がね、少ない小麦粉を使われることが多いです。ですが今回使った小麦粉は春よ来いというですね、 12% ぐらいのタンパクを含んだ強力粉になっております。ですのでタンパク量がたくさんあるっていうことはグルテンもしっかり形成されるってことになりますので、よくあるハード系よりも緻密なグルテンが形成されて、その分生地がねふわっと上に上がるんですね。ですので同じ配合であっても食感は若干ソフトになります。フランスパンだったりリーンなハード系の生地と同じレシピ配合なんですけれども、小麦粉を変えるだけでソフトフランスの食感に仕上げております。で、水分量もしっかり入っているので、それによってしっとり、そしてもっちり仕上がっているので、そういった意味合いも含めてソフトフランスっていう風なネーミングにしております。こちらがですね、本日焼いたパンになります。めちゃめちゃ大きいですよね。もうね、ガツンと焼いたろうと思ってね、この大きさで焼きました。パンっていうのはやはり小さいパンを焼くよりも大きいパンを焼いた方がやっぱり水分で飛びにくいんですよ。ですので大きく焼いたパンの方がより中がしっとりしてます。わかりやすいですね、例えでお伝えいたしますと、フランスパンって10センチぐらいのね、フィセルって言われる短いやつと、バタールとかバゲットって言われる30センチとか40センチぐらいあるフランスパンがあるじゃないですか。あれって同じね、生地なんですよ。でもね、全然食感違うでしょ。やっぱりこの短いやつってちょっとパサッというかカスッとしてるじゃないですか。でも大きいバタールとかバケットってすごいこう中はねしっとりしてることないですか。そういうことなんですよ。生地が多いとですね、その分火の中まで当たる勢いっていうのはやっぱり劣りますよね。ですので水分がねやはり飛びにくくなるんですよ。でもパンが小さいと火がカッと当たったら、その分普通に水分が飛んでいってしまうので、どうしてもパサッとしたねパンになりがちになります。そういったことでやはりパンっていうのは少しでも多く大きいグラムで焼いた方が中はしっとりします。ですのでパンっていうのは、まあもちろんその種類にはよるんですけれども、大きい方が美味しいっていうふうに言われてます。ではですね、早速切って断面を確認していただいていこうと思います。断面がですね、こちらになります。見てください、このね、手に張り付くようなしっとり感、そしてこのふんわりしながらももっちり、ああこの小麦の香り、もう最高最高やな。これもうこのね、気泡のビジュアル、そしてこの外のね、クラストのこのパリッとした感じ、間違いなく美味しいじゃないですかね。ではですね、早速いただきたいと思います。いただきます。うん、もっちもちもっちもちやし、なんだよな、このパン生地からね、水が流れてくる感じ、やば。そしてね、このクラストのパリッとした感じ、これプラスこの中のクラムのこうもっちりした感じ、うん、で本当にね、こう持つだけでね、手に水分がつくぐらいしっとりしてて、めちゃくちゃ美味しい。でやっぱり低温長時間だからめちゃくちゃ甘みある。もうこれでね、ずっと食べ続けられますし、これトーストをしてもね、もう水分がね、綺麗にこうパンと飛んでね、表面がカリッと焼いたところにね、ザクッと食べるとね、最高。その上にですね、例えばベーコンとかね、目玉焼きとか乗っけて、あのジブリトーストみたいなのしたら、もうこれ最高ですよ。多分化け物やと思います、マジで。なんでこんなシンプルな配合でこんだけ旨み、甘みがあるんかなって自分でもね、驚くぐらい美味しい。しっかりした味、しかも味がすごい濃いんですよ。でその濃いのもくどい濃さじゃなくて、小麦の旨みが爆発してる濃さ、これがねやっぱり最高です、本当に、うん。ですね、美味しすぎてね、若干テンションがね上がりすぎて変なテンションになってしまいました。大変失礼いたしました。でもね、本当にこのパンめちゃくちゃ美味しいです。でめっちゃ簡単にできますし、まあちょっとね大きいから成形自体はね難しいとは思うんですけれども、まあ、そこはねちょっと頑張ってやってもらって、もうちょっと小さいサイズでも全然大丈夫ですので、ぜひですね自宅で試してみてください。本日もですね、最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。
この動画が良かったらグッドボタン、面白いなと思ってもグッドボタン、そして一緒にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。